最近見かけなかったんですけれども、メジロがいました。近くにウグイスも鳴いてますね。ちょうど松の枝と枝かぶりしまして、映像がね、ウグイスがはっきりしないんですけれども、もっとはっきりしてればいいんですけれども、これがシロツメクサですね。シロツメクサというのはよく見るんですけれども、アカツメクサというのは初めて見ました。これは何という花でしょうかね。この場所にヒバリはよくいるんですけれども、このオスの方のヒバリがね、歩き方がちょっと変だなと思ったら、右足がちょっと足首のあたりからないみたいですね。かわいそうですね。一生懸命餌を探したりして、元気にしていました。時々歩いていても転びそうになるんで、なんかね、痛々しくかわいそうですね。